キャロウェイの X-Forged Iron、はい、X-Forged Star Iron、スターアイアン、はい、はい、2機種になります。なんだろう、包み込む感じ、ブランケツのフェーツで、はい、うん、いや、いい、いや、打感いい、いい音っすね。いや、結構いいっすね。はい、ニキ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 ニコルズチャンネル開閉店の黒沢です。よろしくお願いします。田園調布店の飯田です。よろしくお願いします。今日はですね、はいはい、新製品のアイアンをちょっとアイアンですね、試していただきたいと思うんですけども、はいはいはい、どちらの商品はこちらです。はい、キャロウェイの X-Forged Iron ですね。はい、X-Forged Iron と、はい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 、X-Forged スターアイアンの、スターアイアン、はいはい、2機種になります。久々の登場な感じですかね。そうですね、3年ぶりに、はい、あのモデルチェンジで、そうですよね、出してくるという感じで、はい、キャロウェイの軟鉄アイアンといったら X-Forged ですよ ね、 ですよね。まあ、APEX もありますけど、はい、今日はこの2機種を飯田店長にシェアしていただいて、はい、いいんですね、私を見て、はいはい、3級のベストショット の、はい、あの平均値を比較して、はい、まあ、それぞれの性能っていうのを見ていきたいと思いますので、はい、どっちも軟鉄単造なんですかね。どっちも軟鉄単造ですね。お、はい、分かりました、分かりました、はい、ケースも、はい、なんてそうですね、はい、はい、という感じなので、では早速シダ上で出していただきます。試していきたいと思います。はい、はい、では、はい、早速ですね、はい、2機種試して、楽しみですね、はい、いただきたいと思うんですけども、はいはいはい、もう一度あの確認なんですが、今日はそれぞれ3級の平均値で最後比較していきたいと思いますので、はい、分かりました、分かりました、はい、はいはい、お願いします。はい、2本ありますけど、どちらからいきましょうか。いや、まずやっぱりこの X-Forged を打ちたいですよね。 X-Forged からですね、はい、はい、じゃあこの X-Forged の方なんですけど、はい、番手が7番アイアンで、はい、シャフトの方がダイナミックゴールドミッド115の S になりますね。 S200 ですね、はい、S200 ですね、はいはい、ダイナミックゴールドミッド115が標準装着のシャフトになってますね。今のところキャロウェイさんしかね、はい、あの標準で採用しないシャフトなんでね、なかなか知らない方もいるかもしれないですけど、はい、これもあの結構楽しみなんで、はいはい、新しいダイナミックゴールドのシャフトのシリーズになってますよね。ヘッドは7番でロフト33度でしたよね。33度です。今ある中で結構寝てるんで、はい、そうですね、まあ、まあそんな飛びそうな感じじゃないけど、はい、ない感じですね。ちょっとこう、はい、プロモデルっぽい感じの、そうですね、はい、ロフトの設定ですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ早速打たせていただきます。はい、はい、お願いします。飯田店長、まず構えていただいて、はい、見た目どうですか。あ、まあやっぱりこう、まあいい形というか、はい、まあ、ネックも本当にもうピタッとストレートになってますし、はい、まあ、サイズもまあこれぐらいコンパクトのが個人的には、僕ドロッケなんで操作しやすい感じがあるので、うん、見た目はすごい好印象ですね。好印象、はい、いい感じですね、はいはい、このソールなんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、まずリーディングエッジ型がこう半月のようにこう削ってあるんですね。あんまり見たことないですね、この削り。そうですよね、はい、ね、であとバックのエッジの方はストーンと結構こっちも面取りしてあるというか削ってあるんで、すごい抜けは良さそうなね、うん、現場だとすごいこれ抜けそうな感じしますね、はいはい、そうですよね、はい、で、この、 あの細部のこだわりっていうのは、もともと X-Forged のアイアンが、まあ、日本企画、あ、そうか、はい、そうっすね、アジア販売モデルというふうな形で作ってる商品なので、やっぱりその辺のこだわりというか、いや、こまめなところ、やっぱりこうね、ちゃんと気を使って作りますよね。そうですよね、日本向けっていうらしさが出てる、こだわりを感じますね、はい、確かに、はい、いや、なんかね、持ったワックルした感じすごい軽く感じますよ、これね、うん、ちょっと捕まりましたけど、いい感じで、はいはい、いい感じですね、はい、いや、打感ね、なんていうんですかね、はい、結構こう、今やっぱりすごくいいんですけど、はい、なんだろう、包み込む感じ、なんていうんですか、フェーツで、はい、すごいなんか今までよりもだいぶ柔らかく感じますね。なんですかね、パーンって感じとはもうちょっと、はい、感覚で全く違いますね、はい、すごい気持ちいいですね。軽く感じるっていうお話がありますけど、はい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 、バランスが少し軽めの設定になってまして、はいはい、ダイナミックゴールドのミッド115ついててバランス CQ の設定になってます、ね、CQ ですか、はい、へえ、珍しいですよね、はい、操作しやすい感じはそれで多分出るんでしょうかね、はい、多分ね、あの操作しやすさっていうのを、はいまあ、プロが求めてる意見を、まあ、取り入れて、はいはいはい、軽く設定してるみたいな、ね、なるほど、はい、なるほど、これはいい感じの、いい感じのドローですね。そうですね、はい、やっぱりこうドローはすごいこう打ちやすい感じですし、はい、球の高さは全然上がってますね。上がってます、まあ、ロフト33度
はい、でまあ、自分の今使ってるのもそれぐらいなんですけど、はい、打ち出しも20度弱ぐらいなんで、まあ、ちょうどいい高さ出てる、ちょうどいいぐらい出てますね、はいはい、球が上がらない難しさっていうのは大丈夫そうというのはなさそうですね、はいはい、うん、これはいいショットかな。おお、ナイスショット、うん、あのね、やっぱり打感はすごくいい、気持ちいいですね。普段僕やっぱりドローで当ててくんで、はい、結構打ち出し低くてスピン少ないことが多いんですけど、うん、高さ出てね、ちゃんとスピンも入ってるんで、はい、ヘッドスピード遅いって言ったら変ですけど、はい、方でもシャフトしっかり組めば、はい、なんか使えるアイアンかなって感じします、ね、シャフトの組み合わせ次第で幅広くなる。ヘッドスピードあるだけの方向けでもないかなっていうふうに思うんで、はい、これは結構いいと思いますね、はいはい、2本目エクスフォージドスターアイアン、スターですね、はい、こちらをお願いします。一応スペックのまず先に確認します、はい、7番アイアンで、はい、シャフトの方がモーダス105の S です、ね、はいはい、になります。で7番でこれロフトが29ですよね。29度です。ちょっとこう飛ばし系のアイアンです、ね、これ飛ばし系だけど、はい、見た目すごいかっこいいんで、あんまりこう変わんないですもんね。そうですよ ね、 、はい、プロモデルのアイアンっていう感覚でそんなに、はい、ロフト立ってるとは思えないような、ね、はい、これで距離出てきたらすごい嬉しいっていう方もいますからね。そうですね、この打感のまま、この抜けのまま飛距離が出るっていうのが、ね、すごいいいですよね。いいですもんね。よかったら2本ヘッド の、 あの形状を比較してもらって。あ、そうですね、はい、あのね、やっぱりこう2つ見比べると、はい、スターの方が少しサイズ感は、はい、あのありますね。で、あのこのネックの感じも少しセミグースぐらい、はい、まあ、オフセットがちょっとついてるんですけど、これぐらいの方が、はい、あの構えやすいですね。逆に あんまりストレートすぎると捕まらないイメージ出ちゃいそうですけど、はい、これだと僕ドローヒッターですけど全然これでも気にならないですし、むしろ構えやすいな。あ、ドロー系の人が構えても別にこう捕まりすぎちゃいそうなイメージまではいかない。そうですね、はい、やっぱね、こっちの方持った感じシャフトの重さ自体は軽いのに、はい、重く感じますね。あ、はい、うん、よいしょ。打感はいいですよね。打感いい感じですか、はいはいはい、音もいいですよね。さっきの X フォージドも音良かったですけど、音良かったです。でもフォージドと比べるとやっぱちょっと弾く感じするかなって、はい、打感はでも音全然いいです。あとね、これちょっと構えてて気づいたんですけど、はい、トップブレードのフェース面よりが結構内側に全部削ってあるので、はい、ちょっと小さく見えます。少し、あ、その結果的に小さく、はい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 、であとはこれあのソールもさっきのフォージと一緒でちゃんとこう削ってありますね。丸くフェース面とバックエッジのドライレベルソールデザインですね、はい、なので抜けも良さそうですね、はいはい、いい感じですね。うん、いや、いい、いや、打感いい、いい音すね、いや結構いいですね、はいはい、やっぱこれ軟鉄鍛造っていう感じですね。軟鉄鍛造のロフト29度のアイアンなんて、ね、うん、ないですよね。なんか大体中空とか、はい、多いですけど。そうですね、あとはフェースは違う素材がついてるとかっていうのが、そうそうそうですね、最近は多いですけど ね、はい、フェースはマレージングとかありますけど、はい、いや打感気持ちよくて距離出るし、はい、いやでも高さ出てるのがいいですね。18度、いやこれいい、全然使えますよ。これはいい感じのドローが。ちょっと1球目の時にあのヘッドが重く感じるって言われてたんですけど、バランスこれ見たら D1 ですね。あ、じゃあちょっとですね、はい、でも、はい、でもこの感じぐらいの方が個人的には振りやすいかもしれないです。 C 級のバランスよりはよりかは、はい、まあ、どちらやっぱりこっちの方がその操作するよりかはこう直進性が出る感じのイメージがあるので、はいはい、スターにはちょうどこれぐらいのバランスがいいかもしれないですし、はい、ヘッドの感性でこう、はい、優しさを保てるというか、スイングが安定しやすい感じですね、はい、飛ぶだけだとやっぱり難しいクラブになっちゃって、はい、高さも出て、うん、安定性も出るんで、はい、いやスターはかなりいいと思いますね、はい、優しさと優しさも飛びと、はい、見た目も兼ね備えてますね、はい、はいはい、試打していただきました。どっちもいいところあったなっていう感じですけど、はい、見ててまず音がこう聞こえる音がすごい良かったです、ね、いや音だから良かったですよ、はいはいはい、早速、ちょっと結果をね、はいはいはい、3球のベストショットの平均を発表していきたいと思います。ちょっと個人的にやっぱりドローヒッターなんで、はい、ちょっと打ち出しが低く出てスピンも少ない、はい、まあ、傾向があるとまず思っていてもらって、はいはいはい、そうですね、はい、じゃあそれを踏まえたところでいかせていただきます。 X フォージドアイアンですね、トータル飛距離が 168.4 ヤード、はい、キャリーが 156.1 ヤード、うん、打ち出し角 18.6 度、ヘッドスピードが 39.0、ボールスピードが 49.7、
バックスピンが4969、でサイドスピンがフック回転で725という結果でした。なるほど、はい、はいはい、ボージュの方はコンパクトな見た目で、はい、まあ、かなりネックもストレートなんで、はい、まあ、特にドローヒッターは構いやすいと思いますし、まあ、やっぱ操作しやすい感じは、はい、ありましたね、僕も、はいはい、じゃあ続きまして、はい、X フォージドスターアイアンの平均値になります、はいはい、飛距離が、トータル 178.1 ヤード、キャリーが 164.7 ヤード、打ち出し角度が 17.1 度、ヘッドスピードが 40.0、ボールスピードが 51.2、バックスピンが4568、サイドスピンがフック回転で550回転、まあ、バックスピンも X4 自動よりは少し減ってますけど、ちょっと低めですけど全然高さとしては申し分なく出ますし、そうですよね、サイドスピンはこっちの方が少ないんですね。逆にそうですね、あちょっとこう偶数もかかっ、はい、あるんで、はいはい、少し捕まりやすいのかなっていう感覚もありましたけど、でもどうせ多分直進性の方をやっぱり感じましたね、はい、スターの方はね、はい、だから距離も出ますし、はいはい、見た目も全然いいですし、打感もいい、はい、で飛ぶ、いや、いいっすね、めちゃくちゃいいっすね、はい、個人的にも今回ちょっとスターは、はい、いろんな方も使えると思いますし、うん、フォージドはやっぱりちょっと打つ手は選ぶと思います。ちょっとバランスも軽かったりとか、そうですね、はい、ちょっと特徴あるなと思いますけども、はい、スターの方はやっぱり今距離出したいですし、飛んだ方が楽ですし、優しく飛んで、見た目もかっこいいっていう、はい、そのいいとこをやっぱり取ってるんで、はい、やっぱり好きな方多いなって思いますけどね、はい、難しすぎず優しすぎず、そうそうそう、ね、ちょうどいいぐらいかもしれないですね。絶対的に打感いいですよ、本当に南鉄鍛造の打感って、あ、こうだってちょっと思い出しましたもん。あちょっとコースでナイスショットしたいですね。いや、したいっていうアイアンですよね、はい、ぜひコースで、ね、試してもらいたいですけど、はいはい、両方ね、シダクラブは、はい、ニッキゴルフでしっかり入りますから、はい、どちらも試していただきたいなっていうふうに思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ニッキゴルフチャンネルではこういったシダインプレッション、どんどん上げていきますので、高評価、チャンネル登録、はい、それでコメントの方もどんどんお願いします、はい、では次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。